皆さんこんにちは。アロマサロンエンパワーの宮里です。毎年9月はアメリカのコンベンションがありますね。で今年はリクレイン、取り戻すとか立ち返るとかっていう意味があって、すごく私も考えさせられましたね。でドテラが創業して16年になるんですよね。はい、で、エミリー・ライトがね、このようにこのリクレインっていう言葉を使ってこのようにね話していました。少し立ち止まってすでに達成したこと感謝する瞬間を、ちょっと振り返って大事にしたいと思いますっていうね話していました。で今までその達成したドテラが達成したこと、1000万世帯の人たちが健康的な生活を送っている、つまり多分登録の人数かなとは思うんですけれども、1000万世帯の人たちに影響を与えたんですね、ドテラがね。であとは200万以上の人たちが経済的な恩恵を受けている、ね。はい、であとは何百万の人たちがソーシングってこのドテラがこの貧しい地域とか、その人たちの自立をサポートするために、そこで最適な植物を、研究して、そしてそこで生育して、その人たちが収入得られるようにサポートしてる、そういう活動によって影響を受けているっていうふうにねおっしゃっていました。なんか自分自身が全然もちろんドテラと同じことはできないですけれども、もちろん1000万世帯の人に影響を与えてるわけではないですけれどもでも、そのドテラが達成した健康的な生活を送っている、それは精神面でも、ね、いろいろあると思うんですけど、送っている人生ってやっぱり健康がないとっていうか、全てのものが美容もそうですし、経済もそうですし、いろんなことって健康がベースにならないと人生って成り立たないと思うんですよね。でもそのベースを作ってくださるためにたくさんの研究をしてくださっている、で影響を与えているっていうのは本当にありがたいなって思っています。でその上で、経済的な恩恵を受けるか受けたいかどうかはそれぞれです。全ての人がドテラから経済的な恩恵を受けたいと思ってない方もいらっしゃる、もうただ好きで使っていらっしゃる。でも実際に経済的な恩恵を受けてる人もたくさんいらっしゃいますよっていうふうに話していましたね。はい、でよくおっしゃるんですけど、ボトルの向こう側の使ってるのは私たち、ボトルがこちら側ですけど、向こう側生産者の人たちにもたくさん影響を与えてる。それだけじゃなくてその家族の方たちにも子どもたちが学校行けるようになったとか、ね、いろんなあるいはその地域で、これはヒーリングハンズとかにも関わると思うんですけど、その地域で病院を建てたりとかね、いろんな活動をねしています。エミリーがねこのようにおっしゃっていました。ドテラはビジネスではなく個人に癒しと力を与える運動なんです。でドテラは愛とケアの大きな万華鏡です。全ての人が歓迎されていますよっていうふうに話していました。それがすごく私は心に残ったんですけど、エミリーの言った言葉でなんか心に残ってることとかってありますか？たくさんあるよねありすぎるよね。なんか世界を癒す手伝いをしますよとかっていうのもすごく有名な言葉ですけれども、で本当にたくさんありますよね。この何ですかね、自由はね魂を揺さぶることができるよっていう話もね、していました。あとはこのネットワークって懸念されがちなんですよね、世界中で。だけれどもドテラはこの人と人のビジネスモデルを選択した時、大きな意図を持ってそうしましたよっていうふうにこのコンベンションでね、改めて話していました。本当にその人から人へ、人から人にお伝えするときに、やっぱり例えばなんか私たちがその一人一人が会社から直接買うことはもちろん買いますよ。だけれども人から人に紹介をするときに、会社ができない一人一人のケアっていうのをすごく大事にできるかなって思っています。なので本当にそのこのドテラが言ってたのは、ドテラ社にとって多くのビジネスパートナー、つまりその収入を得ている人たちがね、たくさんいらっしゃると思います。経済的な恩恵を受けているその人たちをね、ビジネスパートナーとドテラはエミリーがおっしゃってたんですけど、本当に何百万もの人、家族のことを深く考えていることにね、感謝していますっていうふうに話していました。私たちも本当にそのお伝えするときにそうでありたいなと思っています。はい、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた。